くない。怖っ、はびこれ。あっ、はっ、いくよ、イエーベー。よっ、あっ、うぅ、あっ、と、さっ、せっ、と、はっ、にゃ。動かないでね。あっ、
収穫だね。しょ、信頼感度スイング、機体に飛んでけ、怖くない、怖くない、せっよっは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 っ、旅の収穫だね。
刀はお茶と同じく、丁寧に味わってこそ本来の趣がわかるものです。刀は技を支え、匠は宝を有す。信頼感です。さっ、
ぶれ黒き翼お客さんが白にふっ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 痛いのよ安らかによっ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 ソウルスリーエイトトップ信頼感度はい怖しくない怖しくないと身の程を知るせーのはぁとまた会おう何か起きたみたい一目見るだけなら大丈夫だよねはぁ
の次はまた明日。明日はなんて多いんでしょう。とにかく早く行こう。これが旅人さんの札。
タイミングよ。身の程を。さあ、よし、と。不可奥義、雨描きがたし。もう魚影具へ出たんだよ。総流水泳。
剣を見よう。安らかに。そっ。動くべきだ。三尺の修正。そこで何か起きたみたい。一目見るだけなら大丈夫だよね。Thank you.
星と新無事今日の依頼星と新いらっしゃいませ。あら、旅人にパイも。それと、うん、久しぶり。けど何度も言っているように、いくら出してもうちの店員の毛髪を買うなんて絶対ダメだからね。いや、マーガレットさん、今回はこの間の研究のために来たわけじゃ。スクロース、私はマーガレットさん、失声召喚のこと。最近失声召喚、そういえばあったこと。リトルプリン、うん、まあいいわ。なあマーガレットさん、それは違う。しかし一般の動物でリなんで猫と鳴き声一つで。何せ僕は失声召喚、失声召喚についてならジョインに、いやリトルプリンスに聞いてね。私がじとリトルプリンス様。お前がやり、すまない。リトルプリ、何言っとくけど、最近お店もゲームもお酒もなんというかオーナーとして、ほら何がキュッ。それにモンドの酒造業がもっと繁盛しちゃうじゃない。モンドの酒造業、それリトルプリンス、本当にそういうことにしとき。バーテンダーの、わかった。うん、さて、ルールを知りたいなら、まずあなたたちが構築したデッキを見せてくれる？構築したデッキ？対戦に使える基本デッキのことだけど、その顔、ちょっと、まさか手ぶらで失声召喚を勉強しに来たわけ？そうなの。その数…基本…そうだ！先日本当にいいの？数日経った。ああ、ももっ、よし、そうだね、どよし。ふふん、簡単にせ、相手のすべて対戦が始まる。さっさと終わらせるぞ。まずま、これらのサイコロは元素力に相、
ロールフェーズが終わったアクションフェーズよく行われるアクないね。これで攻撃がアクションフェーズでは両者が交互にアクションを行うの。あなたがスキル、そしてほら、これを使えば、へっ、よくやったにゃ。これで敵を一人倒したね。でも、ゲッ、仕方ない、終了する。そしてラウンドが始まるよ。新しいラウンドになったらまたサイコロを振ることになるの。十分な元素力があって初めていろんなことができるからね。うわー、うん、くふん、各ラウンドで開始にゃ。先行は前回のラウンドで先に終了を宣言したプレイヤーになるよ。つまり前のラウンドで先に行動を終えたあなたがこのラウンドで先に動けるってわけ。よし、スキルをし、リルックのチャージ、こういう時リルックの通、つまりを下す。正式なし、そこでと。わ、ガイアのか。氷元素ダメ、これ、よし、
元素ダメ、元素反応今、あ、そうそう、通常使用できる、例えば任意の元素、さっさと終わらせるぞ。スキル発動と大半のスキル、さあ氷元素妖怪反応を引き起こ、これで一気、次これらの各対戦が、うん、攻撃に、わわ、リロールしても使えそうなサイコロがないね。でも大丈夫、アクションカード、あ、このアクション、あとまた機械が、うん、手札から開く、簡単に言うと、でもリルクの元素スキルけど大丈夫、手札を1枚、欲しい元素サイコロが、でも七星召喚、こういう時手札の発動、じゃあよし、これで逆炎の刃を、つ、白鉄の体験を、さてニニの前、今回はやば、あなたの腕、用意はとっくにできてるぜ。サイコロズバリ、ここでそのラウンドの敵の行動意図がすべて読め、ここには敵、それを参考、よし、これさっさと終わらせるぞ。そうそう、エンドフェーズ後ちゃんと覚え。
用意はとっくにできてるぜ。これ。確かに詳しい説明だった。リオナが夢中になって説明していた時からだ。邪魔をしていなければいい。いつ近づいたのか。もうキャッツテイルもモンドの酒造業の一部だ。今日来たのはあの人なら。こいや構わない。このカードはディルックのキャラカードだな。七星召喚に。このカードは先日あるお客さんがキャッツテイルに来た時に、うん、顔に。なるほど。眼帯平気さ。じゃあこのディルックの。大丈夫。ただ僕をイメージしたカードというだけだ。でもまさかディルックさんも七星。近頃流行りのゲームだからな。僕もそのそろそろ帰る時間だ。一度関係。ああじゃあ僕はこれで。行ってらっしゃい。みよっ。護衛隊長。ガイアさん、そうだ。ルールを覚えた。でも、正式な決闘には、3枚のキャラカ。じゃあ、私をモデルにしたカードを使ってみよう。これで、私もあな、うん。今までやってきた冒険帳決闘体制。それからふふ面白いものを探しに行こう。おとなしく仕上がれ。